ポルトガル代表 FW ジョアン・フェリックス24ポルトガル代表 DF ジョアン・カンセロ30の2選手がひとまずバルセロナを離れることになったバルセロナは30日アトレティコ・マドリーマンチェスター・シティから1年間のレンタル移籍で加入していた2選手に関してジョアン・フェリックスとジョアン・カンセロは FC バルセロナに残留しないポルトガル人プレイヤー2人のレンタル契約も終了し それぞれのクラブに戻ると、レンタル期間終了に伴う対談を明かした。アトレティコとの関係が完全に破綻しているフェリックスは昨夏、シーズンローンでブラウブラナに加入。公式戦44試合中ゴール6アシストの数字を残したが、シーズンを通してパフォーマンスの波が顕著だった。一方、シティで構想外の扱いとなっていたカンセロも昨夏、同じくシーズンローンで加入。 左右のサイドバックを主戦場に公式戦42試合4ゴール5アシストとほぼフル稼働。ただ、攻撃面で存在感を示した一方、チャンピオンズリーグやビッグマッチでは課題の守備で穴を開けるなど、シーズン終盤の評価はかんばしくなかった。新シーズンからハンジ・フリック新監督がチームを率いる中条アン・ラポルタ会長ら首脳陣は2選手の残留を希望しているが、 いずれも完全遺跡での買い取りのハードルは高く、現状での買い取りを断念する形となった。ただ、遺跡市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、両社のカタルーニャ・ザンリューヘの扉は完全に閉ざされたわけではなく、代理人のジョルジュ・メンデス氏、アトレティコ、シティの両クラブとレンタル期間延長の可能性を含め今後も話し合いを継続することになるようだ。